アラドは、ルーマニア西部、アラド県の都市、県都でもある、ムレシュ川に面する、重要な産業中心地であり、交通の要所であり、ルーマニア正教会の主教座が置かれている。2006年の調査によると、アラドは19万1473人の人口があった。ルーマニア人83.66%、ハンガリー人11.94%、 ロマジン1.66%、ドイツ人1.52%である。宗教別で最大の信徒を抱えるのは、正教会の72.7%で、ついでカトリック13.1%、バプテスト教会4.5%、ペンテコステ派4.4%、改革派教会3.1%、東方天霊カトリック教会1.1%である。 アラドは11世紀の記録に初めて登場する。1241年にハンガリー王国がモンゴル人侵攻を受けると防御用要塞が必要とされ、13世紀の半ばにはソイモス、シリア、デズナにおいて石造要塞が建設された。オスマン帝国が1551年にハンガリーからこの地域の支配権を奪い、 1699年のカルロビッツ条約まで統治した。1699年以後、アラドはハプスブルク家に支配された。1720年のデータによると、主人公はドイツ人、世帯177、セルビア人、世帯162、ハンガリー人、世帯35から構成されていた。1763年から1783年に、かけ、 新たな要塞が建てられた。これらの要塞の小ささから1848年革命の闘争でハンガリー人が並外れた大きな役割を担ったことを証明している。市内には独立戦争の記念物からなる美術館がある。オーストリア帝国軍の将軍ベルガーによって1849年7月終わりまで勇敢に守られたが、 アラドはハンガリー反乱側が獲得した。反乱側は革命の後半に本部をアラドに置いた。革命家、コシュートラヨシュが有名なハンガリー独立を宣言した、地はアラドであった。彼はここで軍の最高位と権力等をギエルゲーアルツールに譲り渡した。要塞はシリアでギエルゲーがロシアに降伏したすぐ後にオーストリアが再征服した。今は 武器庫として使われている。オーストリアの将軍ファイナウの命令により、13人の反乱側将軍が1849年10月6日にアラドで処刑された。彼らはアラドの13犠牲者として集団で知られ、その時からアラドはハンガリー人にとってのゴルゴタの家とみなされるようになった。アラド市内の広場の一つは13犠牲者を記念する像が立っている。 アラドは大きな経済発展を続けた。1834年にはオーストリア皇帝フランツ一世によって帝国自由都市にされている。アラドルノーはアラドの郊外であるムレシ川の対岸にあり橋でつながっている。17世紀の対トルコ戦争の最中にアラドルノーは建てられた。アラドの要塞がトルコによって陥落した後新たな定住地の核としてできたものである。 現在はアラド市内の一区画となっている。1910年、アラドは63,166人の人口を抱えていた。73%がハンガリー人、16.2%がルーマニア人、7%がドイツ人であった。豊富な産業と商業の伝統を持つことから、アラドはルーマニアで最も繁栄する都市の一つである。多くの投資がされ、アラドは 経済ブームに沸いている。衣類、織物製造業、食品製造業、家具製造、自動車部品など製造業が盛んである。チェントル、ミカラカ、セガ・アラドゥルノー、ポルトゥラ、グラディシテ、ガイ、ブジャク、スブチターテ、ドラガシャニ、アルファ、プルネアーバ、スンニコラウル、ミク、カダシュ、アウレルブライク、アラドはヨーロッパオ断ダンドの最重要地点であり、ルーマニア西部における、 鉄道輸送の接合点である。アラドのダウンタウンから4キロ離れた場所にある、アラド国際空港には、貨物ターミナルがある。イオアンスラビチコ展劇場、ルーテル会派協会セイパドバのアントン協会、アラド視聴者前広場、アトラスギャザティアオブヒストリックハンガリー1914、トルマキード。ありがとうございます。